リーちゃん、ハッピーハロウィン。ほら、買ったの。ベアドにもあげる。うん。うん、ハッピーハロウィン。おお、これをわらわにとも、天国にも地獄にも行けず、煉獄の闇にてさまよう男の唯一の明かりも、こうして歌詞となれば実に可愛らしいことよ。人の世とも、人ならざる者との世とも切り離された今のこの島で、これほどふさわしい歌詞はないかもしれぬな。ん？マリア、それはどうしたのか。潰れちゃった。ベアとは元に戻せる？たやすいことよ、春日よ。これはこれは、見事に潰れているな。さあさあマリア、目を閉じて思い出してごらんなさい。本当はあんなにも素敵なお菓子だったから、思い出の中のお菓子はいつもふっくら。だからあなたも思い出してごらんなさい。本当はどんなお菓子だったの。開けてよいぞ。受け取るがよい。これでそなたの歌詞も元通りだ。ベアトリーチェはいつもすごいすごい。わらわの顔が何かに似ているというのか。そうまじまじと見られては穴も開こうぞ。ごめんなさい。マリア、この歌詞の代わりに、そなたにはこれを与える。おお、手紙。ならぬ。それを開けるときはすぐに訪れるが、それまで決して開けてはならぬ。大事に持っているがよい。そなたを黄金鏡へ誘う招待状となろう。黄金鏡、やっと連れてってくれるんだね。大事にしまっておくのだぞ。誰にも見せてはならぬ。うん、守る。
魔女との約束は絶対に守る。そしてこれはそなたへだ。え？あ、私兄弟の誰でもよかった。だがここでそなたと出会ったということは、金蔵のルーレットがそなたを選んだということなのだろう。ならば受け取るがよい。そしてその中身を全兄弟の揃う晩餐の席上で読み上げよ。マリア、天気が崩れるぞ。ゲストハウスへ戻り昼を待つがよい。それではローザ、後ほど会おう。その席で改めて名乗らせてもらおうぞ。お待ちいたしておりました、ベアトリーチェ様。久しぶりだな、ゲンジ。老いたではないか。どれほどに老いようとも、家具は家具らしく、最後までお務めを果たすのみでございます。あれの妻がお前に嫉妬したことも懐かしい。金蔵は元気か？大変お元気にございます。挨拶に行こうではないか。30年ぶりに互いに呪いの言葉を吐き合うもよかろう。
はじめまして、ルドルフの誤妻だったか。さようでございます。ルドルフ様の今の奥方様であられますキリエ様でございます。初対面でしょうか。もし以前に挨拶をしていたなら、名前を忘れてしまって申し訳ございません。うすうすは想像がついているくせに、わらわにあえて名乗らそうというのか。キリエさん、このようなところに立ち尽くしていかがなさいましたか。ごめんなさい、ちょっと魔女の肖像画に見とれていただけです。黄金の魔女ベアトリーチェですか。今日の後宮家の復興は彼女が授けた黄金がなければ成し遂げられなかったとか。お父様らしい幻想的なお話ですね。ごめんなさい。少し頭痛がする気がして、ちょっと休もうと思います。あら、そうですか？なら、良い頭痛薬がありますよ。用意させましょう。この中からどれほど出ぬのか。すでに数年になるかと思います。それほどまでにわらわをカゴの鳥としたいか。哀れな。それを願うそなたが今やカゴの鳥、書斎の亡霊ではないか。それに気づけぬとは哀れな男よ。あなた様と再びお会いする日まではおそらく文字通り亡霊となっても研究を続けられるでしょう。愛か狂気か妄執か、それも講じれば魔力となるか。悲しき魔術師よ。ベアトリーチェ様。なんだこれは。
魔除けか。あやつめ。こんなものに頼らなければ、おのがみも保てぬというのか。その扉は、ベアトリーチェ様にはおつらいものと伺っております。いや、よい。あやつが勝てば、わらわは永遠のカゴの鳥。あやつが負ければ、愛に狂い、すべてを失った哀れな魔術師の生涯が、笑い草となって残るだけ。あるいは、そのための魔除けなのか。なるほど。それもまた潔し。すべては今よ。金蔵のゲーム盤の上よ。気に入ったぞ、金蔵。そなたとのゲーム。楽しませてもらうぞ。わらわに恋焦がれ。すべての生涯を投げ出したローマ術師の最後のギャンブル。その散り様を楽しませてもらうぞ。